はい、どうも、ティームイルミネーションファッタジーです。今日はですね、伊東津の森公園で行われておりますナイトズイベントに行ってきましたよっていうお話なんですけれども。まあ、そうですね、始まって結構すぐに行ったんで、7月の末日ぐらいだったかな、それぐらいに行ったイベントなんですけれども、まあ動画上げようかな、上げようかなと思ってたんですけど、なかなかなんか、上げる機会がないままなんかイベントが終わろうとしてましたので、なんかバタバタ作ったという感じですね。一応8月の末日なんで、まあ動画アップした翌日のまあ土日で、イベントが終わるかと思います。まあそうですね、毎年やってるイベントなんですけれども、ほぼほぼ毎年行ってはいるんで、まあなんか、なんか目新しい感じはしないんですけれど、なんかなんとなく行ってるかなというイベントにはなっております。そうですね、せっかくまあね、ナイトズーのイベントをやってくれてはいるんですけれども、真夏ということもあってね、結構ね、動画でも見てもわかる通り、結構動物が伸びちゃってる感じがあってですね、結構なんか動きがないかな、みたいな感じが感じられます。まあ、もうちょっと違う時期でのね、ナイトズーがあったらちょっと楽しめるんじゃないかなとは思うんですけれども、まあ、なかなか難しいでしょうかね。はい。そんな感じです。まあ、そうですね、まあ、野生の頃で考えたらこれぐらいの暑さはなんか普通なのかもしれないんでしょうけれども、まあ日本の暑さっていうのはなんか特殊なんですかね。なんかあんまり動物たちはね、この夏場には結構バテてるよねって感じはします。まあ今ね映ってるこのミーアキャットはですね、まだ野生が残ってまして、なんか警戒した時にはね、あえて余計登ってからね、周りを 見渡してるような感じでしたね。まあ一応動物園にいるっていう形ではあるんですけれども、一応なんかなんとなくなんか昔の野生の感じは残ってるのかなという感じで、そういった一面もね、たまに見せてくれるんで面白いかなとは思います。今ね、夜になってるんですけれども、いかがでしょうか。まあこんな感じでね、まあ、野生なね、一面も見れるっていう感じなんですけど、まあ、やっぱね、昼間と見るのと違って、なんか、ああ、こんな感じで、夜になったらこんな感じでなんか活動するんだっていうのが見れるんで、まあ、ナイトズはね、いいイベントだったんじゃないかなと、毎度思います。はい、ベストショットとは言いかねないんだけど、まあ、これが一番良かったのかなっていう写真を最後に上げて終わろうかなとは思います。結構ね、勾配がね、かかった斜面にね、作られてる動物園ではありますので、かなりね、水分補給をね、しました。まあ、自分はペットボトル3本分ぐらい飲んだような記憶があるんですけれども、まあ、かなりね、疲弊する感じではありますので、まあ、動きやすい格好をするのとともにですね、水分補給とかはね、ちゃんとすることで熱中症対策をされてください。はい、動画は以上になります。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。